ジョゼフ・アンソニー・マン・シーニー・サは、アメリカ合衆国フロリダ州ポーク軍、ウィンター・ヘイブン出身のプロ野球選手、ウトウ・ミギウチ。MLB のボルチモア・オリオールズ所属。2013年の MLB ドラフト8巡目で、ボルチモア・オリオールズから指名され、プロ入り。契約後、参加の A-Q ・アバディーン・アイアンバーズで、プロデビュー。68試合に出場して打率。 328、3本塁打、35打点、3盗塁を記録した。2014年は、A 級デルマーバ・ショアバーズと、A 級フレデリック・キーズでプレイし、2球団合計で137試合に出場して、打率、284、10本塁打、83打点、1盗塁を記録した。2015年は、A 級フレデリックと A 級、ボーイベイソックスでプレイし、 二球団合計で136試合に出場して打率341、21本塁打89打点6盗塁を記録した2016年は開幕を A 級防イで迎え4月25日にはトリプル A 級ノーフォークタイズへ昇格この年マイナーでは二球団合計で142試合に出場して打率282、20本塁打 68打点に投類を記録した。マイナー公式戦前日程終了後の9月18日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りし、デビューした20日のボストンレッドソックス戦では相手先発のエドアルド・ロドリゲスから球団史上3人目となる MLB 初打席初本塁打を記録した。この年メジャーでは五試合に出場して打率五十七 三本塁打、五打点を記録した。2017年は外野手にコンバートされてから開幕戦のロースターに入った。4月16日に自身二度目となる四得点を挙げるマルチホームランを記録した。前年から数えてデビューした12試合の間で7本塁打を打ったのはディーノレステッリとトレバーストーリー以来3人目となる。4月22日にキャリア8本目で、 シーズン5本目の本塁打を打った。またデビューした17試合の間で8本塁打を打った。ため、前述したストーリーとカルロス・デルガドの記録に並ぶ。6月7日にピッツバーグパイレーツの抑えだった、トニー・ワットソンから9回に同点となる2点本塁打を打つ。11回には、ウェードルブランからサヨナラ本塁打を打ち、オリオールズの勝利を導いた。スタッチ社によると、 オリオールズの中で最も9回以降に打つ本塁打が多い代打はマンシーニだった。またオリオールズの中で今までで2番目に9回以降に同点本塁打を打つのもマンシーニである。また、オリオールズで同じ試合で別の本塁打を9回に打つのはブーグ、パウエル、エディマレーに次いで3人目である。6月25日に14本目の本塁打を打ったため、 オリオールズの新人の中で最もオールスター休みの前に本塁打を打った打者となった。2018年はシーズンのほとんどをリードオフマンとして活躍を続けた。156試合の出場で打率、252、24本塁打、58打点を挙げた。2019年は154試合に出場し、打率、291、35本塁打。 97打点、1投塁を記録した。2020年のスプリングトレーニング中の3月12日、大腸がんを患い、手術を受けたことを球団を通じて公表した。2021年4月1日に行われた、レッドソックスとのシーズン開幕戦、2番、一塁手で、先発出場して2年ぶりに、メジャーの公式戦復帰を果たした。この試合は、 敵地のフェンウェイパークでの開催だったが、相手ファンから温かい拍手を浴び、レッドソックスの選手から祝福のハグを受けるシーンもあった。オールスターゲーム前日の7月12日に開催されたホームランダー B ーに出場し、第1ラウンドでアスレチックスのマット・オルソンに勝利して準決勝に進出し、準決勝では ロッキーズのトレバーストーリーに勝利して決勝に進出したがに敗れて敗退したメッツのピート・アロンソに敗れ惜しくも優勝とはならなかった。ありがとうございます。